皆さんこんにちは。今日もセクシーに瀬戸セイラです。はい、というわけで本日のテーマは配慮集やっていきたいと思います。いや私さ、結構さ、大きくはないんだけど細かい配慮集っていうのが顔のあちこちにポツポツポツとあるんですね。なんか配慮集、話によると皮膚科病院を使えば保険適用治療でめちゃくちゃ安く取れるっていう風に聞いたので、今回ちょっと取っていこうかなと思います。ちなみに配慮集の施術っていうのは2パターンあって、1つ目が保険適用の施術。これはですね、配慮集自体に針のようなもので穴を開けて、まあ、中身を取り出していくっていうのだと保険適用なんですって。で、2つ目が保険適用外の施術。こちらはですね、レーザーを使って小さな穴を開けて中を取り出していくというふうになると保険適用外の施術になったりするそうです。やっぱりレーザーを使った治療の方がお値段はどちらにしろ高いっていうのは間違いないみたいです。厳密には配慮集によっておすすめはどっちみたいなのがあるみたいなんですけれども、今回は一般的な皮膚科病院で配慮集を取ったら、まあ、施術後ビフォーアフターでどのように変わっていくのかっていうのと、まあ、あとはね、料金がやっぱりどれくらいかかるのかっていうのは気になるところだと思うので、そちらを検証していきたいと思います。できる限り事前情報で安そうな皮膚科病院は探しているつもりですけれども、料金比較とかはできないのでご了承ください。というわけで、まず私の配慮集をご紹介します。あのね、ちょっと夜とちょっとニキビも今できてるんですけど、ここのね、横になんかプツって、で同じようにここの鼻の下にあるやつもニキビじゃないんだけどプツってしたのがあって、一応配慮集になるのかな、なんかあるんですよね。で、目の周りにちょっと細かい配慮集があって、私はあとは全体的におでこですね、すっごく細かいんですけどいっぱいあります。こちらをね、どう変わっていくかっていうのを今回はご紹介していきたいと思います。はい、というわけで新宿にやってきました。ちょっと午前中仕事だったのでバッチリ化粧してるんですけど、化粧しても施術してもらえるかどうかというのも含めてちょっと行ってきたいと思います。はい、というわけで治療後です。なんか本当にニキビを潰したって感じ。全部で9個やっていただきました。というわけでお家に帰ってきました。まあね、こうやってね、絆創膏貼られましたけれども、要はね、注射と一緒、針でプスッて刺して内容物ピッて出してるだけだから、別に絆創膏貼られたけどもうすぐ取れる。多分ほんの何分かぐらいで、ちょっとほんと止血のために、注射とかで止血のために貼るじゃん、のために貼ってる程度ですね。全然ね、化粧していっても問題なかったです。その部分だけちょっと拭き取られて、で針でプスッてやってもピッて、なんかもう別に自分でもできるんじゃないかっていうぐらいの本当に簡単な施術でした。もう本当に注射と一緒だから針穴がさ残ってるような感じなのね。はいはいはい、このね、今見えるね、こことか開けたとこの針穴だけがピョンピョンピョンって、これがまああとは完治するまで、まあ、数日残りますよっていう感じ。痛みももうニキビ潰してるのと同じぐらいの痛み。一応針は刺すからチクッみたいな痛さはあるけど、だから注射とかニキビとかそういう感じ。でもその注射みたいにプツってやってずっとそのままじゃないから、本当にプツってやってすぐ離すようなものだから、そんなに耐えきれないっていう痛みでもないし、あの表面麻酔とかも全く塗らないで、もう全然 OK でした。全然もう少しも声も上げないくらいの痛さレベルかな。なんかさ、昔さ、なんか手に刺さったトゲとかをさ、炙った針とかで取ったりしなかった？私の家ではそうやってよくうちの母が取ってくれたんだけど、そういう感じ、痛さもそういう感じ、本当にあっという間でしたね。はい、というわけでね、化粧を落としました。まあ本当は傷跡もこういう、本当にもうなんか針穴だからニキビが潰れた時よりも悲惨ではない。まあこういう感じはポツポツしたやつですね。まあこれなら普通に完治するでしょう。というわけでね、この後一応何日で、この傷跡がなくなったかっていうのと、実際私がどこの病院で施術してきたのかっていうのと、お値段を明確にご紹介させていただきたいと思います。というわけで、この動画が参考になったぞという人は高評価と、訓練士のこともっと知りたいと思った人はチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、瀬戸セイラでした。バイバーイ。